はい、こんばんは。こんばんは。夜なんです。今回はアンサンブルスターズのアニメイトフェアの特典1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14枚を開けていきたいと思います。これ後ろにあるアクスタが今回の新商品の斜めアクスタくんですね。超かわいい。このワタル、あまりにも顔が良すぎて一番好き。では、開けていきたいと思います。今回のね、カードはね、ギラギラカードって言って、ギラギラなんだよ、その名の通り。あー、ギラギラしてる、最高。そう、このホログラムがギラギラのカード、ことをギラギラカードって言うんだけど、背景の賑やかしで使ったけども、一瞬で退去していただく。で、このギラギラ、紬だ。そう、なんかあれじゃん、心の幼女は常に光り物が好きなので、今回のギラギラカード割と欲しくて、あー、スバルギラギラが似合うと。あと、ついでになんか最近の新商品とか買えてなかったから、それ系欲しいなーと思ってたら、なんかうっかり14枚も買ってたっていう、ちょっと意味わかんない。本当によくわかんない。こんなに買うつもりじゃなかった。常に言ってる。グッズオタク。常になんか予定より買っちゃってて、ちょっとよく、あっ、スタメだ、やった。ちょっと常によくわかんないことになってて、困る。マジで困る。お、ミキじゃん。ユニットカラーこうやって並べると超かわいいな。よいしょっと。あ、これあれなのかな。枠がユニットカラーで、下に書いてある文字が各々のテーマカラー。うわ、サクマレーだ。顔強。サクマレー、二次元、今まで見てきた二次元の男の中で一番顔がいい。兄ちゃんだ、かわいい。あれ、なんでこっちに。流星体5色なんだけど、カラーリングが、まあ、5色って再現不可なので、便宜上赤色でやられがち。ツインクちゃんがネオンカラーをテーマカラーとしているけれども、こういう時にはとりあえずピンク色にしておくのと一緒。リーダーの色に統一するみたいな。流星体、これからリーダー5人になったけど、あ、ミカだ。それでもまあ赤色だろうな、こういう時に使われるのは。バリキュリーのワインレッド結構好きなんだよな、色として。あー、通りちゃん、かわいいね。あ、やった、ひなたくん出た。かわいよー。お日様のチアフルスター。かわいい。二つ名がかわいい。はい、ラス1でーす。テトラ。アイアンハート。ふん。 はい、というわけでギラギラカードの開封終わり。かわいよ。いや、ギラギラマジでいい。あー、ホログラムはギラギラしてるほどいいですからね。 かわいい。嬉しい。瀬名とひなたくんが来てくれたのも嬉しい。 じゃあね。